それでか、手なんか前ね、側1本と奥2本ぐらいの木引っこ抜いてあって、そもれしにかし引たっら、かかってんのか。そう、木の幽霊がいるかも。ああ、なんかいつもさ、直した後にさ、ひっくり返りそうになって、なんで、なんか見えない何かがあると思って。一回真上飛んだ方がいいかもね。わかった。そう、そ前ういうにの出かるとな。ね、木の幽霊がいるかもしれない。木の幽霊、了解。ありがとうございます。木の幽霊かわいい。あ、やべ。請求飛んできてない。忘れてた。はい、ありがとうございます。はい。またねー。またねー。やべ、全然チルでじゃねえかも。怒ってる顔。行ったーっつって怒ってる。あれ、鍵持ってたっけ？あ、いやー、どうは、開いてない。持ってないですね。はい、どうぞ。ありがとうございます。お邪魔しまーす。おー。こたつ。ほんで？なんか最近あったんですか？何が？最近なんか動きありました？いろいろ。あ、車両協会はなくなるっていう話したっけ？大川さんには聞いてないんですけど、他から聞いてびっあ、くり聞いしたとた？ころです。はいはい。もうあってもしょうもないから。はいはいはい。潰した。じゃあもう今結構自由なんですかね、みんな。まあ自由だけど、まあ普通に考えれば、自由に過ぎれば市場が崩壊するっていうのはもち普通にろんも考ちえろれば分かるはずなので、そんな無茶はしてないと思うよ、みんな。ん。まあちょっとグレーなところは人それぞれって感じか。そうだね。で、あと、まあそうだな、藤子さんに言うことは1個あるな。闇メカ立ってねえから何もお願いできねえっていうのはみんな言っとるぞ。もう仕方ねえから俺が盗難車のパーツ抜いたりとかはやってる始末だからそうですね。すいません、申し訳ないです、それは。な。私というか、まあ、お店がやまあるべき忙こしくて、と。まあ無理だとは思うけどな。なんか常駐できるやつとか。でもな、ギャングで常駐できるやつなんかいないからな。無理で絶すね、対絶に。対に。絶対いないから。まあ俺もそういうのはまあ理解できないわけじゃないから。そっかそっか。あ、だからいろいろ考えたんだけど、別に白も闇メカもまあやっぱねえなとは思ったな。まあ、そうですね。私もよくわからなくなってきました。その拠点が廃炉してるわけでしょ？ハイドガレージみたいな感じなわけでしょ？まあ、はいはい。アイコンもなく。そうですね。だからそこの作業場使えればな、俺も楽なんだけどな。あ、そうか。それってできるようにできない。私の中まあで、できるよ。大川結局さんは。メカニックはどこで作業するかは市長補佐次第なんで。ああ、そういうこと
か。うん、別にやろうと思えばできるんだけど、はいはい、だからハイドガレージを共有できるようになればいいけど、まあでもな、それってメカニック側から申請、俺も悪いことしますって申請を補佐にするのか、なんか変な話だな。まあいいや、まあうちの店は別にシャッターに鍵かけてもらおうと思ってるから。ああそうなんですね。うん、はい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 。あ、ちなみにうちのその隠してる店舗は警察に先日バレまして、うん、あ言ってたな、もうなんか、うん、場所割れたって。別にでもどうでもよくない？はい、はいはい、全然潰せないでしょ、だって今のところは。そうですね、藤子さん免許あるし。はい、痛くもかゆくもっていう状態ではありますね、うんだからなんかむしろ隠してるところでこそこそやるより、うちみたいな表のところで堂々とやった方がバレないんじゃないかって俺ちょっと思ってんだよな。え、マジでそうだと思います。うん、うちに来る方が危ないって思って今近寄らないですもん、みんな。うん、うん、そうなっちゃうんだよな。そうですね。まあでも多分5箇所ぐらい置けるはず、同じようなガレージ。何の話かなんだけど、はいはい、まあ、俺は場所知らないんだが、だが、その入れてもらったガレージあるやん、ハイドガレージ。はいはい。あれ5個セットぐらいらしいから、おっと、あと4箇所ぐらいは置けんじゃねえかな、置こうと思えば。あ、そうだ、そのそんなこと可能なのか。いや、まあそれは入れるだけだからな。一応こことこことこことっていろんな場所があったのは見たんですよ。うん、で固定概念で1個だと思ってた。いやでも何箇所もないと無理だろ。そうですね、今何箇所もあるべきだしな。一応あの大川さんなので言うんですけど、こう、うん、町に一応1つもう買い取っていて、うん、3個目の一応作業場みたいなのを作ってる最中ですね。はいはい。で、町の至るところにあるべきかなと思って。至るところにないと将来的に積むと思う。そうですね。外で修理できないふうなる可能性ってまだ消えてないから。うんうんうん、むしろそれが来ると思って、北にも町にも作っていこうと思って、今動いてるところで。大川さん。はどう思いますか、うち、何が、うちと S、 違う、うちと A2 さんはなんかうまく、いや別に選択だと思うんだよ。はいはい。結局全メカニックが悪いことするのかしないのかっていう選択をすればいいだけの話で。はいはい。闇目、ちょっとごめんね。はい、どうぞどうぞ。もしもし。はい。ああ、どうも。うちのハイ、うん、うちのガレージを使いたい。うん、でも使わない方が、うんうんうん、大川さんはいいのかな、うんうん、私としては全然大川さんなら OK なんだよな。もうこっち側の人だと思ってるから、認識としては OK です。なんか何時までに欲しいとかあります？今ちょっと出先で、今日ってどんぐらい起きてます？ミュートにしないとかってちょっとあれだよねじゃあ急ぎます。全然大丈夫大丈夫大丈夫。いやいや、それはえぐいえぐい、それえぐいまあ折り返しますね、そしたら。うん、なるはやでいきます。はい、うん、はーい、はいはい。全然優先、ちょっと仕入れ一件入ったから、はいはい、仕入れながら話そう。ああ、了解です。これどうやって出るの？G、すいません、あ、出れた。出れねえとか入んじゃねえよ入りたかった今の闇メカみたいだな。出れなくなったのに出れないのに入るやめて、頭痛い。引っ込みがつかなくなるんだよな。いやー、難しい。だ、俺はそう思ってるから。はいはい。闇メカ自体の定義はそもそも免許がなくてメカをやりたいっていうだけの話で、場所とかうんうん、の問題じゃないと思ってんだよね。はいはい、うん、その犯罪者でもメカができるっていうだけの問題だから。そうですね、うんうん、
よし。はい。それで私大川さんにい、うん、あのお伝えしたいことがあって、はいはい、先日市長にお話をして、うん、ちょっと偽装ナンバーを入れてもらう形になったんですよ。偽装ナンバーってさ、はいはい、塗るだけっしょ多分。いやその仕様がよく分かってなくてまだ。一応補佐と話したんだけど、あ、はいはいはい、おそらく多分見た目だけの問題になる。見た目だけ。だから車を改めたら分かるって感じかな。改めたら車自体をきっちりタブレットで警察が調べたら多分バレる。ああ、そういう目視だとってことか。うん、だから偽装だからね、あくまで。ああ、はいはいはい、その例えば偽造書類、私文書偽造、公文書偽造をして、はいはい、所有権を移すっていうのはまた別の話になると思う。そういうことか。うん、例えばブースティングだったらブースティングのコインを使って、はいはい、ナンバープレートそのものを変えてしまうっていう、うん、そうすれば所有権が移るから、うん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 、それと偽造ナンバーっていうのは、偽造はあくまで多分上から塗るだけだな。あー、そういうことか。うん、うんうんうん、まあ一応入れていただくっていうので、うん、まあ黒らしい仕事も何かやらないとなというので動いてるところなんですけど、うん、まあ店立たねえとでもどっちにしろできねえぞ。いや、そうなんですよね。おお、すごい、こっちから来たの初めて。じゃあ私ちょっとソファで座ってますね。お仕事あると思うので。あ、いいよ別に。フラフラして、あ、じゃあちょっとすぐ仕入れ出る。ありがとうございます。でライアンからの電話に一瞬出て、もしもし、もしもし、今お時間ありますか。はい、来ますよ。大丈夫ですよ。藤子さんって、はいはい、銃作れましたよね。藤子さん銃作れますね。あー、1本いくらでおろせます？ものによりますね。アサルトとかだと種類によりますね。あー、安くていくら？今すぐその資料が手元になくて。あー、折り返しでも大体でいいんだけど。え、大体って難しい話すんなよ。なんで？え、わかんないよ。何そんな急に。いやいや、その素材のあれに対してのどういう計算方法なの、それは。え、私の基本的な計算方法は、うん、銃作るのにもそのあれが必要でしょ。値段が、お金がいるでしょ。プラス素材費で出してる。警察の前通るからノーマル以下にしといて。ありがとうございます。なるほどね。うん、じゃあちょっとそれ分かったら教えてほしいです。あ、オッケーオッケー。じゃあいろいろ終わって、今日まだ起きてるよね。まだ起きてる、起きてる。あ、オッケーオッケー。あなたに連絡するわ。お願いします。はい、失礼します。すいません、ありがとうございます。藤子、まだ8にいる？うん、今もう街に来てます。あら、すいません、ちょっと車のことで大川さんとお話があって。了解。すいません。やば、めっちゃ。武器か。なんでしょうね、物騒な。あ、ヘビーピストル1個欲しいな。おお。作るか、自分で。作るの？いや、クラフトね、とうとう上げてるからね、はいはい、今。え、今やってるんですか、お母さん。やってる。あら。やっと1万5000ぐらいだわ。おお。コツコツと。やだ、なんかすごい似合うわ。銃似合うな。いや、銃は別に常に持ってるよ。ああ、そっかそっか。前なんか撃ってましたもんね、そういえば。うん。うわー、びっくりした。うまい。折れた。あー、なるほどね。私の中では大川さんも自由に使っていただきたいですけどね、うちのガレージというか。え？
ああまあそれはまあ別の問題というか別にうちのガレージでやりゃいいだけの話だから、うん、まあそうか。なんかその行動が闇であるかどうかっていうさっきも言ったように別に当人が選べばいいだけであって、はいはい、どこのガレージだってできることは一緒でも構わんと思うんだよな。うん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 、うん、だその要は隠されてるガレージの利点がどこにあるのっていう話じゃん。はいはい、さっきのシャッターの裏のとこで待つ。はい、シャッターの裏かな。バンさんは何だったんだろう。ライアンがなんで銃のことを言い出したんだろう。個人意が銃なんて持たないよな。個人だとしても値段をそんなに気にする？ライアンが値段をそんなに気にする？お、はい、デベステだ。多いですねデベステ最近。まあ島取りで需要が増えてる。そっか、今までその当たる必要がなかった人たちも当たる、うんうん、当たんなきゃいけなくなってきたから。そういうことか。うん、でこのあと警察の出張修理の依頼が入っとるので、はいはい、それも今の方がいいですよね多分。まあそうだね、出張修理に関しては今すぐ行かなきゃいけないね。うんうん、それ終わったらまた私聞きましょうかね。ちょっとさっき、むしろ出張修理手伝えば。あ、いいです。警察にこうちょっとねポイントを稼いでおく。いろいろ取り調べられるかもしれないけど。まあ変、まあ、変か。素材なんか突っ込まれたのそれ、場所割れて。いや、まだ突っ込まれてなくて。うん、あ、それはじゃあ人がいないときにフラッと来た感じ。多分そうですね。ただまあ、何かを隠しているという感じはします、完全に。なるほど。私、ジョブチェンジでもしないと今、8なんですよね。ああ、なるほどね。そうなんですよ。じゃあ、あれか。一回その拠点行かないとダメか。そうなんですよね。まあまあ、じゃあいいか。たくさんあるようだったらね、修理好きじゃないと思うのでお手伝いしますけど、どうします？まあ待てるなら待ってもらいたいけど、どんぐらいかかるかわかんないから。うんうん、あ、私今さっきお電話でなんか銃のクラフトがいくら計算しろって言われてるんで、あ、そしたらじゃあ終わったらまた電話しますよ。そうですね、わかりました。その時の都合次第で。了解です、また来ますね。はい、はいはい、修理頑張ってください、ね、中途半端で。いやいやいや、また来ます。はい、仕事できる男っていい。話分かってくれるのありがてえ。こっちに理解ある人、昔から言っててよかった。一旦着替えてこっちのクラフトで行くか。